めまして、岡部正和です。今回は2018Jユースカップから僕が選んだベストドリブルを5つ紹介します。このプレー本当びっくりしましたね。何がすごいかというと、まず後ろにボールを下げるような仕草から、それをするふりをしてちょんとボールを前に出す。でこれ前に出したことで、ディフェンスは後ろに下がると思ってたから、こうちょっとスペースが空きます。でそこでワンビートですね。クリスチャーノ・ロナウドが得意な軸足の後ろからボールを蹴る、インサイドで蹴るワンビートという技を使って中に切り込みます。一度ワンビートを最初のところでするよと見せかけて前に出したこと。で次はワンビートで中に入ろうとしたことがすごくアイデアあふれて面白いのかなと思いました。普通のボールを斜めに運ぶ時っていうのは、ボールを蹴る時にボールを蹴らない足ですね、軸足の前をボールが通過するような出し方をするのですが、ワンビートはボールを蹴った後に軸足の後ろですね、後ろを通ってボールが転がっていきます。ワンビートのタッチの仕方っていうのが少し特殊で、地面につく足で蹴る、着地する足で蹴ると。僕はディフェンスをかわしたいスペースからより遠ざけるために、左足で一度後ろに戻りますというように見せて、ここでワンビート入れる。普通にボールを前に運んでて、ディフェンスが縦のコースを切ってきた時に、右半身でディフェンスを押さえつつ、左足にボールを持ち替えて、左足のアウトサイドで今度はボールを運び始めて、次は左半身でディフェンスを押さえながら右足に持ち替えると。で最後パスが流れてしまうんですけど、オフェンスの選手、フォワードの選手がここをかわしてくるっていうのを信じられてれば、本当ちょうど良かったパスなのかなと思います。素晴らしいです。3位はアルビレックス新潟 U18 の本間選手です。この選手本当に何度もこの形からこの試合じゃなくても崩してて、この場面ですね、普通の選手だとドリブルで抜きます、かわしますっていうと、自分から見て左前か前か右斜め前にかわすものなんですが、この選手は、斜め後ろ、この場合だと右斜め後ろですね、のスペースに一度ボールを出してから中に切り込んでいる。でこのドリブルが得意な選手は日本代表だと中島翔哉選手、360度ドリブルを使うので、ディフェンスもあまり詰めすぎるとボール届かない距離でぐるっと回られて切り込まれてしまうので、近寄りすぎるとやられてしまうし、近寄らないとどん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 崩されてしまう厄介なドリブル。
ドリブラーだなと思います。第2位はヴィッセル神戸 U18 泉選手です。この選手はすごい攻撃的でいつもゴールを意識したプレーができているので、股抜きをするのがすごくうまくて、これわざと誘ってると思うんですけど、こう足が伸びきってこうボールがさらされた状態で右足のアウトサイドでスナップを効かせて股を抜くっていうのを何度も何度もやってますね。ここもですね、このプレー他のところでもすごく使っていて、コーナーの付近でも確かやってるのを見ましたね。でこれディフェンスはすごく嫌だと思います。そのまま寄せないとそのまま縦に行かれて決められてしまったりファールになってしまうと思うんですけど、オフェンスが動けないだろうなと思って綺麗にボールを取ろうとすると最後足首のスナップで股を抜いてくるので厄介な選手ですね。第1位は横浜 F ・マリノスユース椿選手です。この選手はもうとにかく仕掛ける数がすごく多くて、試合を通して彼のドリブルでチャンスを作ることがすごく多いですね。この椿選手以外にも横浜 F ・マリノスの選手たちはすごくアタッカーが優れていて、たくさんたくさん仕掛ける選手が多いですね。椿選手はまずボールを縦に運んで、縦に行くよと見せかけてアウトで中に運ぶ、中に行くよと見せかけ今度はシザースを使ってまた縦に抜きました。このプレーを細かく解説するとすごくテクニカルな動きをしているんですが、まずディフェンスは中に行かせないようにしているので、狭い方狭い方へ縦へ押し出そうとしていると。その時に椿選手がすごい上手かったのは、体の正面より少し左側にボールを置いていたので、そのまま縦にしかボールを蹴らないんじゃないかとディフェンスには見えていたと思います。その瞬間に足首だけで中にカットインをしているので、まずディフェンスの対応がそこで遅れてます。で今度遅れたディフェンスはやばい、中にスペースが空いてしまうとなると頑張って戻ると、頑張って戻ったところをさらにシザースして縦に行くので、すごくこのディフェンダーもそうですし、奥のカバーのディフェンダーもそのスペースを埋めるのが難しくなったのかなと思います。ということで JS カップのベストドリブルトップ5はいかがだったでしょうか。これを機会に選手たちのドリブルにも注目してみてください。ドリブルデザイナーの岡部正和でした。また会いましょう。ありがとうございました。